結構怖い。いきます。おおいい。あ、すごい痛い。ちょっと皆さん、いつも高評価ありがとう。ありがとうございます。メメンキャンプピッチ、オレゴレにオンデマンドメグウィンで。はい、どうもダンソンです。というわけで今日はこのトライポッドを使って、皆さんお待ちかね、コメントでいっぱいのお待ちかね、はい、ブランコを作るです。ブランコでございます。ブランコもう俺40なんだけど。いや夢があるじゃないですか。竹で、竹でね、竹でコメントもいっぱい来ましたんで。そうですね、竹で作ってくれとあるんで、皆さんのコメントに答えようという企画でございます。さあ、作り方を、じゃあダンソンさん作り方を。トライポッドを2つ作って、竹を上に乗せ、ロープで紐をつけ、板をつけるだけです。見えたよ。見えました。もう簡単だこれ。簡単でございます。もう今の俺らのスキルでは簡単だ、はい、なんなら釘とか今回使わない。あ、ほんと。そうです、竹割れちゃうんで。あー、なんで釘とかも使わず、ロープと板と竹だけで作る。すごい。限界までちょっと下げて作る。あ、それで遠心力を。そう、マックスまで。まずは竹を切るところからですかね。はい、行きましょう。行きましょう。よっしゃ、これで3本切れました。じゃあこれでトライポッドもう1個組んでいきますか。はい、じゃあ開けますね。お、あっという間だったな。お、すごい。これでパパッと。職人や。これをもう一個もやっていきます。はい、これをこうだ。これでうまく重なれば。オーケー。いい出来だ。2つ並んできたんで並べますか。並べよう。並べましょう。どうですか、ぶら下がれます。これはね、いけるね。いけますか。行ってみようか。おお、来た。すごい。はい、では竹にロープを取り付けていきたいと思います。でね、今回まあこう上を輪っかにしたいんですよ。こうやってね、こうやって。でこれをどう結ぶかっていうので、今回は28の字結びっていうのをやっていきます。でこれが結構なんか登山とかでも使われる結び方で、頑丈らしいんで、それを信用してやっていきたいと思います。まずですね、こんな感じでアンドの形を作ります。アンドの形を作りましたら、この輪っかにこいつを通します。はい、通します。通しましたら、これがこうきますね。これがこうきますね。ちょっと余裕持たせますね。で、そうしましたら、ここの上の穴に内側から通します。そしたら、あとはこの8の字に沿って同じ道をたどっていくだけです。じゃあ同じ道をたどっていきます。まず下だね、下を通して、次にこっち行って、上通して、こっちに帰ってきて、でここから抜ける。でこれをこうしてギュッと。よし、これでもう絶対に取れません。あの、ほどかない限り完璧でございます。これをまあこっちにもね、もう一本つけていきます。どんな感じですか。これぶら下がれそうだね。
私にそんなに筋力はない。ほら大丈夫ですね。よし、オッケー。そしたらもう最後ですか、工程。最後です。もう最後でございます。この座る面の板、こちらにロープが通るように穴を開けました。こちらを今回は両結びでやっていきたいと思います。それでは両結びをやっていきたいと思います。まずこっちですね、こっち側に輪っかを作ります。こんな感じで輪っかを作りましたら、この反対側ですね、反対側の先端をこっちから穴に通します。通しましたら、こっちの外側をくるっと回ってきまして、よいしょ。で、この穴に通す。そうするとこういう形になりますね。こういうね、なんか蝶々結びの延長線上みたいな。で、ここであとはギュッと締める。両方をギュッと締めましたら輪っかができるので、あとはうまく真ん中を調整して、できた。これが両結びでございます。なのでもう一個もとりあえずやっていきましょう。よっしゃ、おしゃれになったぜ。できました。どうぞ。私なんですか。どうぞ。それ私なんですか。いや、もうね、軽い方がまだあれじゃないですか、壊れる確率少ないんで。壊…じゃあいいですか。いいですよ。まあ、座るところから。はい。もうギリギリ、地面ギリギリ。地面ギリギリ、いいじゃん、いいじゃん。怖え、結構怖え。いきます。おっ、おー、いい。あ、すごい痛い。ちょっと痛い。ない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 。一瞬お尻が当たる。あ、すごい。なんか。あ、すごい、ギリギリ、ギリギリじゃん。スレスレを言ってる。だいぶ。あ、すごい、しなってすごいよ。しゃあ。すごい。吸ってる。吸ってない、吸ってない。吸ってない。吸ってます。吸ってる。すごいすごいすごい。だいぶ低空だな。あ、いいで、いいね。いや、全然壊れないよこれ。でもこのロープ一応 1.4 トンまでいける。まあ、ロープよりもどっちかといえばね、えこっちの方が、トライポッドの方が心配なんだけど今のところないですよ、そのやばい感。すごい、ちゃんとできた。すごい。よっしゃ、開けていくぜ。すごい。あああああ調子乗るのダメ、絶対。はい、いかがだったでしょうか、メルさん、フランコ。素晴らしい出来だね。いや、素晴らしいですね。素晴らしい出来。なかなかの安定感が。はい、すごい安定感パネ。はい、多少のしなりはあるにしろ、ここまでできたなら十分じゃないですか、ね、そうですね。まあ120の人は無理ですね私が思うに。あ、120キロの人。そうですね、耐荷重的に。まあそうですね、80まで。80まで、うん、こんぐらいで80まで。耐荷重は120。身長制限は、身長制限はまあまあないかな、体重さえオーバーしなければ、はい、80以上の人はご遠慮ください。じゃあこれは MCV 初アトラクションですか。多分誰も乗る前に朽ちるだろうはい、というわけでブランコ無事完成しました。よかった、素晴らしい、はい、他にもね、なんかこんなのもっと作ってほしいとか、うん、違うアトラクションとか、もしアトラクションで聞くのアトラクションで聞くんだなのか、まあ
久々に大型の DIY だったんですよ。まあね、タッパーはね、はい、タッパー大きい、タッパーはまたなんかもっとでかいもの作ってほしいとか、はいはい、ありましたらよかったらコメントの方にお願いいたします。いつもコメントありがとうございます。ありがとうございます。というわけでこの動画ワクワクしたなって人はグッドボタン、チャンネル登録も一緒にお願いします。お願いします。本日は以上です。いやキャンプってとってもいいものですね。ではまた明日もお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。